お久しぶりです。うぷ主です。今回は何なの？ PC が新調できたっていうお知らせプラスアルファです。これでエルデンリングの開始もできるってことね。ぬーん。え？どうしたのよ？それがですね。元の PC がブルスク祭り状態になるくらい、ガタが来てたものでですね。パン祭りみたいに言われてもね。でも、データ移したんでしょ？撮影データと編集関係データ及び、効果音系のデータだけ消し飛んでたの。効果？エルデンリングが今のデータでできない。ゴドリックのナメプスレイは？跡形もない。再開の見込みは？あるよ。でも。やった。でも本来の投稿予定からの大幅遅延に加えて、あるゲームの投稿予定にもかぶり始めてしまったの。つまり、何が言いたいの？エルデンリングの投稿が3作品投稿後になる。いやよ、みんなとっくに飽きちゃってるわよ。というか、プラスアルファの方がメインのレベルで重大。逆に考えるんだ、飽きてるからこそ、見たい時もあるじゃないか。ただし、面白い場合に限る。ぬふう。正直、私の動画を待ってくれた方がどれほどいるか、わかりませんが、大変申し訳ございません。頭から投稿すれば？データ復旧方法を模索して、方法がないと判明した後のダメージ量がわかりますか？知らないわよ。ぬふう。次の実況に移行するってわけね。そこで私の出番というわけです。この圧倒的な風の匂い、何やつ？皆さん、こんにちは。キズナあかりです。なんか、すごいゲス取ったわね。あかりちゃんを実況に加えようとした矢先に、パソコン壊れたんすよ。運が良かったのか、悪かったのか、わかりませんね。そうなんです。で、私たちはお役御免になるの？メンツも増えすぎたっていうのもあるから、一旦縮小する方針。悪く言えばリストラ。悪く言う必要なくない？バカなの？バカじゃない。おバカさんですか？はい、おバカさんです。権力に弱いな、こいつ。せっかくなので方針については、あかりちゃんから説明してもらおうと思います。はい。というわけで、今後の動画の投稿方針は、このようになります。夜回りの1と2、それと3ですね。3月1日に、ダウンロード版発売の絶対ヒーロー改造計画。圧倒的日本一ってか、4本あるじゃないの。日本一ソフトウェア様には弱いですからね。うっす。でも、テラリウム2は配信は迷ってます。なんで？何喋っていいか、わかんない。第一、初代の時点でストーリーが辛くて、手が止まった男ですぞ。近場ネメシよろしく、適当に喋ればいいのよ。私に任せてください。はい、お任せします。夜回りシリーズは、基本的に、私が実況していくことになります。私は？私と一緒にサポート？すればいいよ。と、心機一転して頑張りますので、よろしくお願いいたします。この場合、ボイロ実況って言えばいいの？ゆっくり実況って言えばいいの？新しくロゴマーク作りなさいよ。それとサムネイルテンプレートと、あかりちゃんもいるってわかるやつもね。マウスで書いてるんだから、意外と時間食うんだぞ。ねえ？はい？エルデンリング3周目とか言ってるけど？簡単に逃げ帰る方法がエルデンリングだった。撮影は？進行神秘マンで暴れ倒してるので、動画の趣旨と合わない。どこまでやったの？
集会以外で集められる防具の収集中。他は？トロコンまでの目処が立った。ほらー。ゆふー。